マイクラ3分クッキング始めるよー。マイクラ3分クッキングはマインクラフト初心者のためのレシピ講座です。不定期更新でいろんなものの作り方を説明していく講座動画です。上級者には物足りないかと思いますがお付き合い、そしてチャンネル登録をお願いします。今回はパソコン版のマインクラフトでの松明の作り方を説明します。松明を作るためには、事前に木を切ってある程度の木を持っていること、クラフティングテーブルとか窓ができていることが条件です。まずは炭を手に入れるために、かまどで木を燃やしましょう。石炭があればこの過程は飛ばしても構いません。炭を作っている間に別の材料をクラフティングテーブルで作ります。まずはクラフティングテーブルで木を木材にしておきます。この木材から棒を作っておきましょう。木材を縦に2個並べると棒を作ることができるんですよ。クラフティングテーブル上への材料の配置で作れるものが色々と変化します。そろそろ、炭ができたかな？クラフティングテーブルで棒1本を配置してその上に炭を置くと、はい、松明の完成です。松明は洞窟などの探検やゾンビが湧かないようにするために何度も使うアイテムなのでたくさん作っておきましょう。今回は簡単なクッキング講座でした。マインクラフトに登場するアイテムの作り方をゆっくりペースですが紹介していければと思っています。チャンネル登録よろしくお願いしますね。